はい、どうもヒーローゆうきです。今日は有明カーツーリズムフェスタに来てるんですけども、こちらですね、もう面白いバスを発見したんで見ていこうと思います。ミリミリランドで、ご紹介いただくのは俺の一押しの立川さんです。よろしくお願いします。これは何でしょうか。移動できる、はい、それぞれですね、リラクゼーションマッサージのお店でございます。リラクゼーションマッサージ、はい、バスですよね。バスですね、はい、すごいな。ちょっと外周ぐるっと見ていいですか。はい、トラベリングサロンということで、もうバスです、バス。で、このカラーリングもね、グリーン、青みがかったグリーンでね、すごい目立ちますね。トラベリングサロン、移動式出張リラクゼーションボディケアメンテナンス、すごいなこれ。で、こちら旅する車さんのブースなんですけども、ひときわ目を引くこちらのバス、移動型もみほぐし。じゃあすみません、こちらの特徴どんなところにありますか。特徴はですね、まずこのド派手な人押しグリーン。ド派手な人押しグリーンっていうんですか。人押しグリーン、それから、ただのガランとしたスペースの中に、はい、マッサージ台がドンとあるのではなくて、はい、一応キャンピングカーとしても使用ができるように、はい、全てセットされてます。キャンピングカーとしても使えるんですね。はい、じゃあすみません、中の方も拝見してよろしいでしょうか。はい、お願いします。メルメルランド、すごいです。足壺とかいろいろあるんですね。なんかベッドが置いてありますね。失礼します。うわー、もうマッサージルーム、すごいっすね。じゃあ前の方からちょっと説明お願いします。はい、そこがまず運転席がカーテンで仕切れるようになってる。そうですね、はい、一応エアコンとかも使える。運転席はもう普通にバスですか。それともここから先はもう普通にバスなんで、はい、あんまり面白くないです。あ、なるほど、普通のバス。はい、ちなみにバスとかって運転したことはあったんですか。昔トラック運転したことはあります。あ、そうなんですね、はい、じゃあ大きいバスとかでも普通に抵抗なく入れたと。そうですね、はい、運転はできます。で、ここにベッドが、マッサージベッドが今1台、それから、常設しているマッサージベッドが2台ですね、はい、合計で3台稼働はできます。あ、なるほどなるほど。で、ここで実際に営業されていらっしゃるんですよね。そうですね、はい。すごいな。こっちにまず電子レンジと冷蔵庫が、はい、あって、この冷蔵庫大きいですね。そうですね、一応90リッターの冷蔵庫ですね。へえ。それから、まあ、ミニキッチン、はい、キッチンはシンクがあって下に水タンクが入ってる感じですか。そうですね、ちょっと今汚いんで見せられないですけど、ぐちゃぐちゃちょっとした収納にもなってると。はい、ちょっとこちらも収納とかぐちゃぐちゃなんで、そこも収納スペース、はい、棚があって、はい、あとは、換気機能付きの、はい、エアコンを装備しているので、おお、夏でも全然問題なく。じゃあこれ結構電気入ってるんですか。一応外部電源から。あ、外部電源で稼働するって感じなんですね、はい、そうですね、またはよくエコ、はい、エコなんとかあります、あれとかを使ったらできますね。あとは、全体的にあのカタリストって言って、あの抗菌ウイルスも、全部もう塗ってあるので、あ、直近イオンと同イオンも除菌されてる感じですか。あ、除菌されるんですね。はい、こういうのも全部されてます。へえ。上のこのカラーリングもいいっすね。これは そうですね、表のカラーリングと一緒で、はい、やっぱ同じく人押しグリーンで。人押しグリーンすごいな。お店の名前が何でしたっけ。俺の一押し。俺の一押し、すごいっすね。ありがとうございます。その名前の由来はどんなところにあるんですか。まあ正直言うと、俺のフレンチとか、はい、俺のなんちゃらあったじゃないですか。なんちゃらありますね。俺のはパクっちゃいました。なるほど。ただ俺がやる、はい、まあ、なんて言うんでしょうね、よく一押し、一休みしようよとか、うんうん、あとは、一服してこうよとか、一杯飲んでこうよとか、みんな一使うじゃないですか。はい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 、だから、じゃあ押してもらうのも一押ししてもらいに行こうよみたいな。ああ、なるほどなるほど。で、
俺がやる人押し、俺にしかできない人押しだから、俺の人押しみたい。へ、はい、な感じですかね。なんでバスでやろうと思ったんですか？まあ、キャンピングカー、この旅する車さんの、はい、が一番最初きっかけでキャンピングカー、レンタカーしたときに、僕も結構疲れたんですよね。ああ、はい、はいはい。で、なおかつ、あとバンライフイベントだとか、そういうふうなのがあって、はい、あ、じゃあキャンプは好きだったんですね。キャンプは好きですね、はい。ああ。で、自分でキャンプもできて、はい、で、サロンとしても使えて、はいはいはい、なおかつやっぱりその遠方からみんな集まってきてる人たちいるので、そういう人たちに、まあ、少しでもやっぱ疲れ取って楽しんでもらいたいというのがまあ一つのコンセプト。はい、プラス、やっぱコロナ禍で今来てほしいけども、うん、行きたいけども行けない。はいはいはい。だけど、うちに来てほしいけども、あげたくない。うん。っていうやっぱ需要もあるのかなと。なるほどね。実際にどんなとこで営業されてるんですか？今まではキャンプ場だったりですとか。キャンプ場で？キャンプ場来ましたね。あとはまあ、こういう、キャンピングカーのイベント会場だったりですとか、はい、あとはお風呂屋さんの前だったりですとか。ああ、なるほど。あとはお店屋さんの前。だとか、そういうとこでいろいろやっていきます。今までやってましたね。それはなんか予約が入っていくんですか？いや、もう。ゲリラ的に行って。ゲリラ的にですね、はい。そうするとこれ目立つからなんであれはみたいな感じで、そうですね、お客さんが入ってくるみたいな、はい、はあ、そうなんですね。あと今後としたらちょっと今、常設サロンがあるんですけども、はい、そっちの方ちょっと引き払って、はい、こっち一本でこれでやっていくと、はい、これで常設してなおかつ、移動をやっていくっていう感じですかね。拠点はどの辺なんですか？拠点は、神奈川県の相模原市です。なんかじゃあ自分もこれで受けたいぞとかって言ったらその予約とかはできるんですか？あ、もうお電話でもいいですし、LINE でもいいですし。はい、あ、なるほどな。はい。じゃあその辺は動画の下に貼っておきます。で、ご自身がキャンプされるときはどんな感じで使ってらっしゃるんですか？僕基本的にテント張らない人間なので。もう中でゆっくり。中で、そうですね。あの、外で焚き火とかバーベキューとかやるんですけど、はい、基本的に寝るときはもうここで家族で寝て、いう感じですかね。後ろはそこはなんかベッド展開とかするんですか？あ、そうです。ここに、真ん中に、あれが入って、はい、で、そこには背もたれがあるんですけど。あ、じゃあ真ん中がフルフラットになるんですね、そこが。キングサイズのベッドになりますね。広いっすね。そうですね。それプラス、これもベッドなので。はい。あ、ここでも寝れると。そうですね。はい。4人ぐらいの方が寝れます。すごいな。他こんなことやってる方いらっしゃらないですもんね。移動式も正直マッサージをやってる人間は僕が把握してるだけですけど、はい、全国で5、6台もうちょっといるぐらいですかね。ただここまでそのなんて言うんでしょう、いろいろとやってるのは日本でも僕、うん、もう一人いたかなぐらいだと思います。なんかテレビにも出たということなんですけど。あ、東京 MX テレビの5時に夢中。はい。はい、それは何で出たんですか？これ、あれですね。なぜ俺のっていう名前を使ってますか？そこからそれ、ね、なるほど、なるほど。お決まりのパクっちゃいましたね。なるほど。それで20秒して。それで20秒。2時間撮影して20秒。2時間撮影して、そうですね。そう言いますよね、テレビは。テレビはそんなもんです。さらっと流れて終わりです。すごいな。あとなんかこここだわったよみたいなのあります？設備としてあと FF ヒーターだったり。あ、FF も入ってるんですね。そうですね。あとは走行充電だったりですとか。はい。ソーラーパネル。あ、ソーラーも乗ってるんですか？ソーラー乗ってます。はい。あ、このぐらいですかね。これでお値段とか聞いても大丈夫ですか？だいたい900万ぐらい。あ、900万ですか？はい。すごいな。バスでやろうって思ったきっかけっていうのは何だか。他の人がやってないから。もう差別化しようと思って。はい。そのバスを運転するに関しては全然問題ないですし、はあ、面白いことがやっぱやりたい、ね。ああ、なるほどなるほど。普通じゃつまんないと。普通じゃつまんない。俺のってつけるぐらいですから、そうですよ。テナントだと埋もれちゃいますし、はあ、景色とかも全然見れないんですよ、そこは。でもここだったらまあ、もう施術のたんびに場所が変わるといろんな景色が見れるし、はい、まあ僕だけですけど見れるのは。お客さんからっていうので見れないんですけど、ね。まあでも、あといろんなお客さんとも触れ合えるし、はい、うん、そういうの面白いなと思いました。ちょっと簡単にマッサージしてもらうことできますか？はい、大丈夫です。はい。みるみるランド。実際にマッサージしてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
首を今マッサージしてもらっています。力加減どうですか？もっと強くて大丈夫。あ、大丈夫ですか？はい。わー、気持ちいい、気持ちいい。わー、気持ちいいっすね。車の紹介というか僕の紹介になっちゃうんですけど、はい、一応2019年と2020年の、はい、リクルーターのホットペッパーっていうの、ホテルサイトの予約サイトで、はい、口コミランキングで2年連続でエリアランキングに1位取りました。うわ、すごっ。今これ何かツボ刺激してるんですか？まあツボというか筋肉自体を、ほぐしてる。そうですね、ほぐしてる感じですかね。痛気持ちいいですね。なかなかね、そう、下から首やってくれる人ってあんま少ないみたいなんで。ほうほうほう。いいっすね、その指の感触がすごい。グイってこう入ってくるような感じで。気持ちいいですか？気持ちいいっすね。なんか上手にマッサージするときのコツみたいなのってあるんですか？圧を入れるときと抜くときのスピードを同じにする。はい、聞いてもよくわかんないですけど。グーッとしてポンって離すと気持ち悪いんですよ、ね。ああ、確かに確かに。それ同じぐらいの勢いで抜いてくる。ああ、本当だ本当だ。ああ、なるほどなるほど。マッサージチェアみたいな。ああ、そうです、はい。そうすると余韻が残るみたいな。あ、確かに余韻残る。気持ちいいっすね。グイってくる。やっぱね、その人間左側の方がね、硬くなりやすいんですよ。ああ、凝ってるんですね。どうしてもその、よく整体とかで言われてる、はい、こんなこと言っちゃっていいのかな。左右最小がいいっていうのは、あれ全部嘘ですから。あ、そうなんですか？成長過程で首の一番上の骨とか、はい、右側の、そうですね、横頭筋で横に伸びる骨なんですけど、右の方が、それめっちゃ痛いですか？短く成長する傾向が非常に強いって言われてるんで、少し右の肩上がりやすくなるし、首は右に傾くし、で肩も内側に入りやすくなるんで、左側って引っ張られて、ずっと緊張状態続くんですよ。あ、そうなんですか？なんで左側もやっぱね、左側全体的に硬くなりやすいって言われてます、ね。だから同じ圧でやってても、めっちゃ痛い。そう、左右差がすごいありますし、ね。うん、さっきと同じ力なんですか？そうですね、はい。すんごい痛い。だ、骨盤矯正とかも別にあんまり意味がないので。あ、そうなんですか？すぐ戻っちゃいます。へぇ、今ほぐされてるんですか？僕はもうほぐすのに徹してますので。いや、このカラーリングいいっすね。こう天井が今見えてるんですけど。そうですね。うん、素敵ですね、この色ね。素敵です。何ブルーでしたっけ？人押しグリーン。人押しグリーンで、しかもここが木目になってるから、これがまたいいっすよね。そうですね、イメージとしては西海岸みたいな。ああ、なるほど。こんな感じにしたんですよね。でもキャンピングカーって結構やっぱりなんていうんでしょうね、いや、ロッジ風みたいなのが多いじゃないですか。はい、もう綺麗、木目になってるやつ、ね、はい、ああいう風なのも本当憧れたんですよね、うん、ない方がいいなと思って、うん、唯一無二の存在の方が。なるほど。そこも結構痛いですね。ここはね、後頭下筋群って言って、はい、背中だとか首の筋肉はほとんどここにくっついてるんですよ、はい、だから頭下に下げるとここ引っ張られて、やっぱ緊張状態続いて硬くなりやすいんですよね。最後ちょっとね、首をグーッと引っ張るので、はい、おお、持ち上げられてる。釣り上げられた魚になってる。はい、下ろします。はい、こんな感じですかね。はい、ありがとうございます。で、首横に振ってもらうとかなり楽になる。あ、なんかあ、すごい、なんか楽になった。引っかかりないですよ、ね。ないっすね、ないっすね。なんだろう、おもちゃの首みたいな。くるくる動く、あんな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい気持ちよかったです。まあ、こんな感じで、アスの中で、いろいろマッサージとかしていただけるということで。最後にメッセージお願いします。この移動式のサロンで、あなたのところにも、いつでも駆けつけますので、僕に任せてください。というわけで、今日は俺の人推し立川さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。